山川郁は、日本の実業家、整理改修機構副社長や西武鉄道、代表取締役副社長を歴任した、元ダイヤモンド信用保証社長。一橋大学卒業後、1969年、三菱銀行入校。東京三菱銀行取締役審査第二部長等を、 経て2002年株式会社整理改修機構副社長に就任。同年改正された金融再生法で企業再生が改修機構の主要な役割の一つとされたことから設置された企業再生ファンド創設検討プロジェクトチームの責任者を務めた。2004年に西武鉄道グループのオーナーであった堤義明が逮捕されたことを受け二千五年から 西武の主要取引銀行であった東京三菱銀行出身者として西武鉄道専務取締役に就任し西武グループの再建にあたる2008年から西武鉄道代表取締役副社長を務め2010年に退任した初夏ローンレビューの実践リレーションシップバンキング研究会長金融財政事情55-2004.5-24 共著、RCC における、企業再生、株式会社整理回収機構編、社団法人金融財政事情研究会、2003.5、15日本経済新聞2002年8月22日、日本経済新聞2005年5月31日、丸は運輸機関、元西武鉄道副社長、山川氏が、取締役就任ロジスティクストゥデイ2016年5月26日、 ありがとうございます。